というわけで今年も戦闘機を使って暴れていくよ。新年一発目かな戦闘機。ボス銀らしいですね。ちなみにクロエ、今年が何年かわかるか？確か、辰年でしたよね。その通り。辰といえば竜、竜といえばドラゴン。そして戦闘機のドラゴン族といえばやはり、元祖フィニッシャーのバレルソードドラゴンということだ。なんか無理やりな気がしますが。そんなわけで、今回は原点回帰。バレルソードドラゴンをフィニッシャーにした戦闘機でランクマするよ。よろしくお願いします。手軽に発信、共有できるサイト、ノートをやっております。こちらでも遊戯王に関する情報をまとめていますので、ぜひチェックしてみてね。それでは、対戦よろしくお願いします。今回のデュエルは、1月の制限改定前の環境でございます。戦闘機は遠投、なさそうな眼点でしたね。何を言っているクロエ。ルーン亀旅かわからないが、そのデッキの影響で、カイザーコロシアムが規制されたんだ。だから、戦闘機でカイコロ採用は難しくなった。戦闘機は短期で戦うので、それを生かした制圧ができなくなるのは、かなり痛手ですね。そしてお相手さんのデッキは、眼点前のドラゴンリンク。ガオスリーダーとワイバスターが禁止になるので、展開力がかなり落ちますね。ワイバスターが使えなくなったら、コラプサーペントも使われなくなるな。カオスルーラーもかなり多くのデッキに採用されていた、強力なゴチコヤ使用員だったからな。禁止はかなり痛手だろう。といったそばからお相手さんは、マグナムートでワイバースターをサーチ。盤面的にも、次のターンあたりから展開してくるだろうな。まずは深淵の宣告者。闇属性のドラゴンを宣言し、ストライカードラゴンを除去。マグナムートを除去できたら理想だったが、これはこれで好都合だ。ゾウジーを打ってきたが、なるだけドローをさせないようにリンケージを発動。出ました。戦闘機の環境ガード。本当だったらレイちゃんをサーチしてから展開しようと思ったんだがな。かがりの特殊召喚時の効果で、エンゲージを回収し再び発動。エンゲージで移動アンカーをサーチすれば、墓地魔法3枚になるから、マグナムートをいただくか。そして、2体で攻撃して大ダメージ。本来ならここでジークを経由して雫にしていたが、そうすると2枚ドローさせてしまうので、マルチロールのコストにさせてもらおう。コストという除去方法ですね。この光景は戦闘機ではよくあることなのだよ。マルチロールの効果で、墓地から移動アンカーをセット。雫の効果でホーネットビットをサーチ。手札にあった移動アンカーもセットしてるので、モンスターの効果は2回止めれますね。主な展開軸がモンスターだから、2回止めても展開してくる。それがドラゴンリンクの強みだな。この召喚方法は、まさか。誰ですかこの人。見ればわかるだろう、お相手さんだ。本当だ、ご丁寧に言えん感じありますね。このカットインが出てきたということは、かっこいい召喚工場を言ってくれるに違いない。プレッシャーかけなんでものて。かたや天使、かたや悪魔。死活の力マイヤーにしとき、この地は混沌とかす。今こそついとなる翼を翻せ。シンクロ召喚、カオスアンヘル、混沌の総力。ちゃんとかっこいい召喚工場じゃないか。せっかくですし、ボス陣の召喚工場を言いましょうよ。マジか、考えてないぞ。というか、あのアンヘル、本当に光と闇を混ぜてきたな。戦闘破壊探偵に、モンスターの効果を受けないという探偵持ち。戦闘機は魔法が軸なので、アフターバーナーとかで破壊しちゃいましょう。おや、満足に展開できなかったみたいですねお相手さん。ここから形勢逆転していくぜ。とは言っても、ここからめくることは難しいから。次のお相手さんのターンに備えておくか。まずは墓地魔法3枚にして、エンゲージを発動。アフターバーナーをサーチして、追加効果で1枚ドロー。そして雫を早手に変えて、そのままダイレクトアタック。そして早手の効果で墓地に送るのは、当然エンゲージ。あと手かがりで回収するためですね。その通り、なので早手をかがりに変換させる。そして回収したエンゲージを発動し、移動アンカーをサーチ。アフターバーナーで、破壊しても大丈夫そうなバレット君を破壊。そしてかがりを雫に変換し、移動アンカーをセットして、エンドフェーズ。雫の効果でシャークキャノンをサーチして、そのまま発動。相手の墓地のルベリオンを除外しておいて、さらにマルチロールの効果で先ほどのシャークキャノンをセットしておく。
スベリオンは自己と転移できるので穴が見えのがいい。そして突入を防ぐためにシャークキャノン、エーガーとアンカーでモンスター交換完了。さらにアンビリもあるので相手の展開は阻害しまくりですね。甘いぞクロエ、アンカーは2枚あるからモンスターの効果は3回まで無効にできるぞ。いやいや、ウィンウィンすぎますよ。おや、お相手さんのアンヘル攻撃表示しましたが攻撃しませんね。そらもちろん影の光の効果でバトルができないからな。それじゃあ私のターン、ここからバレルソードドラゴンを展開して終わらせるとしますか。カガリをリンク召喚し効果でエンゲージを回収、エンゲージを発動しロゼちゃんをサーチする。ホーネットビットを発動しトークンを生成、そして2体を素材にしてジークをリンク召喚。戦闘機が場に出たので手札のロゼちゃんを特殊召喚、それに加えてシャークキャノンの効果で相手の墓地のモンスターを蘇生。これで効果モンスターが3体素材となるモンスターが揃いましたね。では学校に召喚工場をお願いします。仕方ないな。閉ざされし世界を切り裂く我が烈風、リンク召喚現れろ。リンク4バレルソードドラゴン。学校に召喚工場ありがとうございます。というかリボルバーが言っていた召喚工場ですよね。そこは多めに見てくれよ、考えてなかったんだから。というわけで対戦ありがとうございました。今回使用したレシピがこちら。普段ランクまで使用している戦闘機デッキのフィニッシャーのアクセスコードトーカーをバレルソードドラゴンに変えました。戦闘機デッキには珍しいマスカレーナが採用されてますね。マスカレーナはバレルソードの素材要因として採用したぞ。バレルソード自体戦闘破壊耐性を持っているからマスカレーナを経由すれば効果破壊耐性を付与できて簡単に突破されにくくなるぞ。実際回してみたがマスカレーナをリンク隊のダルク君に変えてもいいかもな。ダルク君の効果で相手のモンスターを利用してバレルソードドラゴンに繋げることができますね。それだけでなく破壊されるトレイちゃんもサーチできますね。とまあ今年もこんな感じで動画をお届けしていきますので2024年もジンエルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。